We got something new. We got something. We got something new. We got something new. 니가 이 세계 미션데. Okay. Storm. I appreciate your attitude. はいじゃね。だいたい今大阪、まあ俺8時寝たとして、本当に7時間ぐらい経ってね、やっと千葉のね館山ってとこ着いたんだけど、マジ遠い。でマジ果て。でね、今からちょっと前日練習なんか公式ないんやけど、まあちょっとさすがにちょっと泳いだ方がいいってことでね、なんとなくビーチに来て今からちょっと泳ごうと思うんやけど、もう満ちすぎてやばいなこれで、多分ね明日は大雨ということはね、サグラがより力を発揮するんじゃないかとね、他の人が泳げんけん。でもめっちゃ楽しみ。でもこの辺ほんとね、カリフォルニアじゃないかってくらい素敵よね、なんか、ま、はい、周りは、はい、海の家とかもあるやん。で何人エントリーしたかもしれないし、オープンウォーターカレッジって大会も第1回目やし、まあでもやっぱ来たからにはね、ちょっとある程度狙って入賞ぐらいできるように頑張りたいね。というわけで前日練習するんやけど、北上海岸どっから入る、これどっから入ったらいいんですか。もう最高やな、もう全てが分からんけどもう最高やね雨がひどくなってきたんだ。さあ、とりあえず泳ごうか。まあね、おそらくね、その会場のビーチなんやけど、今多分どっかの学生かな、関東の施設、明日の多分準備をしてて、あのあれがゴールかなと思って、で多分今からね、ここをちょっと泳いでどんなもんか。でね、俺先にね持ってきたんやけど、多分自然あるな、そういう気持ちでね、しかも今雨やし、なんか俺酸素が巡ってる感じで、ね、ちょうど桜入ってきたわ。でも本当海の上なんかもあんまないしね、あめちゃめちゃ気分いいわ。どう？気持ちいい。ちょっとここまで上がってきて、俺ちょうど GoPro でなんかこうやってるけど、ちょっとなんかしてよ。ああ。さっきね、ババコーチとも会ったし、ちょっとやっぱある程度仲間がいるとね、すごい大きい。おかえり。そんなもん、もうちょい行く？いや、もう大丈夫。 OK、はい、シャワー使ってんやろ、あれ多分。多分いいですね、うん、はい、さあ、終わるわ。
まあ、一緒にね、俺が泳げるってのも、まあ、ある意味強みでもあるけどね。明日はうまくいくわ。本当ハワイやな、これ。あ、大丈夫や。じゃあね、練習が終わってね、まあ、大体多分20分くらい泳いだのかな、多分。で、意外となんかまっすぐ行けてる感じもするし、仕上がりは上々やね。俺じゃなくて桜が。で、なんとなくこう、まあ、スタートとゴールも分かったし、こう、もう入ってみるのわからんね。で、なんか場所もなんかすごい偏僻なとこやし、まあでもちょっと明日やね。で、大雨っぽいけんね、ちょっとカッパとかそんなんもちょっと持って買わないけん。でも、クソどいなかと思ったけど、そうでもない。あの、なんでもあるし、多分ちょっといったユニクロとかもあるし、もう全然立山って今日街やね。さあ、ちょっともう帰ってゆっくりして。しかしね、この街並みがもう相当いい。このなんかハワイみたい、ハワイじゃん、サンゼルスよね、まさに。これは来たからやったね。どうかな、どっちだろう。でもこっちに来るよね。え、どこで給水なんですかね。いや、あの桟橋やっぱそうです。でも、あの好き。あ、ために YouTube にちょっとこれするけん、最後。そう、私この字流してるんですか。俺の1300人のフォロワーが見る。はい、ねえ、1300人やるんですか。あ、ね、もういよいよね、始まるんやけど、今日多分水温も冷たいみたいし、もう風も強いし、でも大変らしいけど、まあ開始されるし。で、今ね、招集がもうすぐあって、もうレースで、なんとなくね、あ、給水とかも行けられるし、ちょっと楽しみよ。さあ、今日心強いな、やっぱりトミーさんとか、ババ君がやっぱいろいろして教えてくれたのかな、聞けたね。あと気になる窓がこっち。さあ、めっちゃ楽しみ。今からスタート、ついに。最高。14番東住民日本体育大学。さあ、あともうね、もうすぐ始まる。今から水に入って多分もうこうやね、さくらセンターコース。さあ、俺も給水ゾーンに向かうわ。はい、じゃあね、もうね、入水して多分本当に今からもう始まるでね。もうすごい、このもう桟橋みたいなとこから給水するんやけど、もうそれもなんかいい感じにいけそうやね。でね、こんな感じで、まあ、いろいろやり方あると思うんやけど、ほんと竿にカップみたいなのつけて、で、それにペットボトルにキャップを外した状態でパンと上げる。で、ドアもね、こっからはね、あんま映したらいけんみたいやけどね、ちょっとこう、もうビデオやめるわ。なんかどうもこう、ダメらしい。さあ、あとはもうちょっと応援して、桜がね、攻めてちょっと、何番か知らんけど、まあ、全力出してチャレンジしてるね。6です。6です。
本当や。はい、前前前。はい。さあ行こう。ああ、行こう行こう。はい、じゃあね、今ね、給水のとこやけど、須磨学の、坂本コーチの弟子、俺みたいにね、なんか見せてある。お疲れ様になります。また足前買って帰るので、よかったら食べてください。アイカのことも知ってたわ。アイカ、頑張って。気にしてよ。頑張っと。さ、最後の一周やね。まあ、ようやってるわ。アデシュアデシュアデシュ。はい、ゴー。さあ、そう。ラストはさあ、そう。はい、ゴー。行きます。はい、もう雨も降っとるし、もうとにかく疲れたね。ちょっと今ね、ひねのついたんやけど、もうちょっと疲労がもう半端ない、これは。で、まあコーチングの疲労っていうかね、もう移動の疲労やね。やっぱ立山からその、まあ、東京、そっから新大阪で、そっからまあひねのってさ、もうマジで7時間コース。特にね、やっぱ帰り結局もうその3時くらいに終わって、もしリレーでもなんか出ると多分これもっと遅なってたもんやつだ。ちょっと強烈やね。でね、もう明日ももちろん練習あるし、なんかね、もう今月は全然一回も休んでないけど、
まあ、うまく自分体力相談しながら時間を作ってね、ちょっと行かなきゃいけんわ。まあでも試合はやっぱすごい良かったね。やっぱ10キロってさ、多分もう普通になんちゅうチャレンジするだけで多分もうすごいいいと思うし、いや俺今日上で桜大したもんと思う。もう桜以外はほぼノンプロみたいなもんやもんね。学生のもう日本ランカーばっかりし、その中でまあセレタっていうのは、ちょっといいんじゃないか。だけど日本選手権もね、また同じ場所であるみたいだけどね、ぜひ俺チャレンジしてほしいなと思う。まあ、本人もやる気もあんまやし、なんか自信をつけた、いい旅になったんじゃないかなと思うわ。しかし疲れた。ちょっともう移動が長い。7時間、本当移動、なんかもう海外で試合してるみたいな感じじゃない。まあでも本当ね、俺もね、コーチングってやっぱたまには違う、もう本当分からないもの、なんかこう様子が見えないものをこう推測しながらコーチングする、追求する、なんかうまく持っていくっていうのはちょっと面白い。ちょっとハマったオープンウォーターと同時にちょっと俺も出てみたいね。なんか今やったらね、よりこういろいろ考えて俺も泳げるんじゃないかと、なんか思う。あ、疲れたけどいいコーチングトリップになったわ。というわけで、あともう数十分歩いたらもう家着く。もう寒いし、冬、もう何ちゅうの、夏なんやけど、梅雨みたいな、梅雨やけど、これも体調壊しそうだろ。ちょっと明日はジムでも行ってちょっと汗流すね。というわけで、さらば、バイバイ、アディオス。